はい、どうも、コミです。さて、今日はボブソンファミリーからお届けしてまいります。つむぐみのファミリークランですね。この勝利、パーフェクト勝利、何の勝利かというと、FWL っていうですね、世界的な、ミックスクランの大会がありまして、その決勝戦、これをパーフェクトで勝ち切りました。おめでとうございます。いや、もうね、これはすごい。本当に、2022年の、まあ、幕開けをね、すごいいい形で勝ったと思うし、なんといってもこの勝ち方なんですよね。まあ、パーフェクトで勝った、それも当然ながらすごいんですけど、さらに、この差をつけたタウンホール隊がどこかっていうと、タウンホール13なんですよ。これ、99% の 1% 防衛で勝ってるんですね。で、このね、タウンホール13って実は、つむぎ組の中で、ちょっと前、課題になってたんですよ。タウンホール13が取り切れずに負けるっていうケースが何回か続いて、ここどうにかしてみんなでレベルアップしていこうよっていうことで、結構ね、悩んでた時期があったんですけども、そこを乗り越えてね、タウンホール13が攻めても全部取って、守りで守り勝って、チームを勝利に導いたっていうね、このドラマチックな展開はもう、さすがに感動しますよね。で、今日はこのタウンホール13のアタックをもう網羅的に見ていきたいと思います。4つに、まとめていきたいと思ってるんですけども、リプレイをね。この4つの戦術っていうのが、今世界一を取ったつむぎ組のタウンホール13が使っている4大戦術というふうに言えるんじゃないかというところをね、今日集めてますので、ぜひね、見ていただいてタウンホール2022年のタウンホール13の環境、マスターしてもらえたらというふうに思います。では、まず1本目いきましょう。まずはね、やっぱスマッシュと言われる、ヒーラーを重量級のユニットにつけてゴゴゴッと押していくパターンの攻め方。これが結構ね、やっぱり多いです。で、その1つ目っていうのはこれ、スーパーボーラーですね。スーパーボーラー今タウンホール14でも結構見直されてます。なんていうか突進力があるので、一気にユニットをドーッとね、前にこう進めていくっていう突破力が変われているんですけども、その突破力っていうのはタウンホール13でも当然変わらないですね。まずは突撃艦、中にイエティを入れてレイジーをかけながら、突撃艦でこの、投石機グランドウォーデン、さらにはこの、ロイヤルチャンピオンも倒していきながら、援軍を追っていくと。ただ、ロイちゃんね、残念ながらちょっとこれ倒せなかったですけどね、ダメージを入れてますね。中に出てきて、中から出てきた、援軍の中から出てきた、ストライカーがちょっとね、イエティの攻撃速度を下げちゃったっていうのもあったんじゃないかと思うんですけども、まあ、いずれにしても援軍をするっていうのは結構重要です。外で処理をしておきながら、この区画を削って、で、アイチャークイーンの食い火で、そこに、こう、カットをつなげていく。まあ、こうすることによって、より奥深くまでカットが刺さっている状態を作り上げるわけですね。で、アイチャークイーンこのまま、相手のロイヤルチャンピオンも処理してきます。食い火の形なので、これはもう、ノーコストで処理できますね。これも突撃艦を加えたメリットになってますね。で、こっからがポイントです。スーパーボールブレーカー当てていて壁をまず開け、ここにまずペッカーを出してからスーパーボーラーを出すんですね。当然ながらペッカーは近接、スーパーボーラーは遠距離で、アーチャークイーンも遠距離なんで、ダメージはペッカーに集中していきます。で、このペッカーを入れるっていうのがこの、スーパーボーラーをするの結構なポイントになります。さあ、ここからですね、ペッカーがしっかり前衛で張ってくれてます。で、スーパーボーラーダメージを受けるんですけども、後ろからヒーラーが回復していくというパターンですね。ペッカーの体力赤ゲージになっていますが、ここで落ちてしまう。ただし、しっかりとスーパーボーラーにヒーラーがスイッチしているので、ここからが強いです。この部分ですよね。スーパーボーラーにしっかりとユニットがスイッチすることができれば、あとはもうスーパーボーラーがそのまま一気に体力を維持したまま押し切れちゃいますので、タウンホールまでゴゴゴッとこうしていくことができるわけなんですね。これ非常にいいですよね。さあ、そのままタウンホールを撃破して、この爆破ダメージでユニットは落ちちゃうんですけども、問題なくそこから先の、施設に関してはアーチャークイーン、さらには外周回っているキング、ロイヤルチャンピオンが突破していくという格好になります。宝石1個残るのはね、少し怖かったですけどね、しっかりここフリーズ残ってますね。無駄なフリーズを使わなかったので、最後それが残っていて、確実に、ロイヤルチャンピオンが投石を削っていく。まあ、フリーズもいらないレベルですね。アタクイもクロークを残している状態なんで、まあ、これだけの突破力があるよということですね。まあ、ただ、こういうところで、ね、壁の処理だったりとか、ジャンプで乗り越えるべき壁の選択だったりとかっていうところが誤っちゃうと、一気にウィントがこう拡散しちゃうんで、ルート作りですね。今回で言えば、外側、腰の部分をバーバリアンキングで削っていったっていうところですね。しながら、ここに関してはもう序盤に削っておいて、残ったこのルートに、スーパーボーラーを流し込むっていう、ルートの、整備というか、まあ、狭めをちゃんとしているというところがね、前回に繋がっているポイントかなというふうに思います。うまいですね。ペッカ1入れるの結構ね、僕は見てていいなと思ってます。
ペッカが序盤ちゃんとターゲット取ってくれるんで、瞬間的な、大火力ゾーンっていうのをペッカが盾になってくれて突破できるんですね。まあ、特にヒーラーが付きはなお美味しいんですけど、まあ、そうでなくてもスーパーボーラーが回復量よりもダメージ食らって怒っちゃうっていうね、いなくなっちゃうっていうケースをペッカが、カバーしてくれるんで、そういった意味ではペッカを入れたスーパーボーラー戦術って僕は結構テンプレとして考えていいもんじゃないかなっていうふうにずっと思ってます。まあ、前にもそんな動画をねタイホールジオンで上げましたが、それと似たような形で、今度はスーパーネクロマンサー、この投石機の周りが非常に美味しいんですね。ライトニングクエイクで一気に潰せるんで、そことグランドウォーデンのオデヒーパートで、こうね、長いカットを作ります、こういう風に。さっきの、まあ、入れと似てますね。で、スーパーネクロが逸れないように、奥深くまでカットを入れた上で、ドッと、突っ込ましていく。で、残ったこちらの部分ですね。ここに関しては、同じでキングとポーカー兵舎を入れることによってカットしていく。同じ形なんですけども、やっぱね、ライトニングクエイクでしっかりとアドバンテージが取れるかどうか。この部分ですね、この部分。この部分のアドバンテージがしっかり取れるかどうかっていうところを見て使っていかないと、やっぱりですね、スーパーボーラー、みたいにグランドボーデン長く長く大手ヒーで削っていくとかいうことがなかなかしにくい編成なので、やっぱりね、取れてしまって、どっか変な方向にスーパーネクロが行っちゃうという事件が起きます。なので、ライトニングで壊しながら、かつグランドボーデンのお出来でそこにこうね、カットを深くまで繋げていく、こういう部分が、プランの中で見える場合にはスーパーネクロマンサーを選ぶっていうのも一手かなというふうに思います。あとはシングルインフェルノにはあんま強くないんですが、マルチインフェルノにはめっぽう強いですね。このスーパーネクロ自体が体力非常に高いので、ボーラと違ってそう簡単にはやられないんですよね。少しぐらいダメージ食らっても、こんな感じでグランドボーデンのフォームの期間中に全回復してまた、無傷の状態で、前進し続けることができるというところがね強みなんで、それをね利用してゆっくりですけどもゴリゴリをしていくというのがこのスーパーネクロマンサーの攻め方になります。ライトニングからのグランドオーデンオデヒーでちょっと削れる美味しいゾーンがないなっていう場合には、1本目見てもらったようにスーパーボーラーないし、まあ中華式もねスーパーボーラーの形にすごく似てます。援軍処理できない場合っていうのはスーパーボーラーを入れての編成にしちゃうと、アーチャークイーンがね援軍出てきたらラバーハウンドに捕まっちゃうということが起こって事故につながるので、援軍処理できる場合にはまあスーパーボーラーの方がより効果的だし、あとはスパビズとね、ここは感覚的な問題になっちゃうんですけども、ペッカスパビズとスーパーボーラーの違いってやっぱりその耐久性のところですよね。スーパーボーラーの方が縦焼けになるユニットがいなくなった後にダメージを一気に受けるとスッといなくなっちゃったりするんで、まあ、そういうところのね神隠しに合う合わないっていう部分の相手の火力感っていうのを読み違えちゃうと、スーパーボーラーはきつい、ペッカスパビスの方がいいっていうことが起こったりもします。はい、で2つ目見ていきましたが、3つ目はですね、やっぱり外せないディガホグですね。タンホール13といえばこの攻め方を僕はずっと押してきていますが、タンホール14と違ってとても、使い勝手のいい戦術になりますんで、使うポイントっていうのは2つあって、今回突撃艦をここに落とすことによってアーチャークイーンの処理をしながらマルチインフェルノ、さらに防衛援軍取り出してますね。でこんな風にアーチャークイーンの、クイーンのルートを見ていくわけなんですけども、防衛援軍の処理プラス、タウンホールの処理、この2個が、アーチャークイーンのクイヒーパート、まあ、今回突撃艦も交えてのクイヒーパートとなってますけども、これでできない と、このクイヒディガホグが失敗になるケースが結構多くなっちゃいますので、それができるかどうかっていうところをね、そもそもこの選択をやるかどうかの判断ポイントにしていけばいいかなというふうに思います。しっかりスニークゴブリンでこのサイド部分をカットしていきながらアーチャークイーンが壁の外に出ていかないようにルート整備してますね。これもやっぱりマークさんのうまいところ、しっかりこの隙間から入ってこういう風に抜けていくルートをもうここ切ってあるから作れてるんですよね。ここも切れてるからうまいわね。これはマジでもうなんかやり慣れてんなっていう感じ。しっかりこの隙間にアーチャークイーン誘導していってマルチインフェルノを追っていきますよね。多少ダメージ食らってますけども落ち着いてしっかり処理ができることを踏んで、ここにフリーズなんかは使うことはしません。火力が上がるこの部分ですね、クロス2機からダメージ受けちゃうんでレイジを放っていきつつ、さらに相手のバーバリアンキングと当たっていきます。でその間にディガホグを出していくんですけども、これ難しいのはここから先アーチャークイーンがやられないようにケアするのと、さらにディガホグのトームだったりとか、あとはこういうとこね
あとは、レイジだったりヒールだったりという呪文の使い方がすごく難しくなってきます。しっかり両方を見ていかなければいけないので、まずアーチャークイーン、この部分ですね、相手のキングと当たってここでクローク剥がされます。結構これ際どかったですね。もしも、タイミングが少しずれれば投石のダメージでクローク打った直後に落とされちゃうっていうケースもあったと思うんですけども、それをしっかりクロークで耐えてくれたおかげで残ったところですね、レイジをかけてタウンホール撃破しながらこちら側にはヒールをかけてるっていう、この呪文の2連3連の打ち込みですよね。このね、目が何個あるんだって思うようなこのやり方っていうのもやっていくうちにこれ確かになれます。僕自身もタウンホール13でディガホグ中心に当てた頃は結構やっぱね、そろそろクイーンが危ねえな、そろそろディガホグ見た方がいいなっていうね、感覚がなんかね、自分の中で無意識に危険信号を察知するんですよね。そういう能力が磨かれていくので、まあ、ぜひね、この戦術っていうのもタウンホール13においてはめちゃくちゃ強いし、今ねタウンホール14でもかなり見直されてきてますのでね、やってみてもらえたらより楽しみが広がるんじゃないかなというふうに思う戦術の1個です。ないからですね、素晴らしい。さあラストを見ていきましょう。ラストですね、やっぱドラゴンですね。スーパードラゴンっていうユニットが今使えるようになっているので、タウンホール13でも、まあ、こいつが普通に、まあ、強い、無難に強いというところで、今回見てもらうのは、クローンが入っていますが、別に花火とかノバーとかではなくてものすごくシンプルな、ドラゴンですなんですけども、 しっかり小技が効いていて、シンプルなんだけど強いドラゴンですね。イーグル砲の方面からドラゴンをこう入れていきますか、とこんな感じですね。でタウンホールの周辺に関しては突撃艦を当てていきながらクローンも添えるっていう格好になっていきます。でこの部分を一掃するわけなんですけども、入り方としてすごく大事なのは、まずここのカットしっかりやってますよね。これをカットすることによってドラゴンたちがこっちにこう反れないようにするんですよ。こういう風に行くようなルートだけにするんですね。これすごく大事です。結構ね、ここのカットをおろそかにしやっちゃうとドラゴンがもうチリチリになっちゃってわけわかんなくなっちゃうっていうことがねよくあるんですよね。これはもう最悪なので、もうおばちゃんさんしっかりこうやってますよね。で突撃艦に灯網をかけながらタウンホール届けてクローンを当てることによりタウンホールプラスこの周辺の、対空砲だったりあとは迫撃だったりというところを一掃していますね。で、中心部分に向かうべきドラゴンたちと、少し逸れたドラゴンたちがいますけども、変な方向、壁の外側とかには行ってますよね。しっかりと中心方面にそれぞれがこう向かってきて、ここで集合するような格好が描けてます。これが序盤のカットの効果ですね。でさらにキングとクイーンに関しては、これはもう完全に外周を歩かせる格好になります。キング今ここにいますけども、アーチャークイーン中にこう入ってきましたけどね、これをすることによってこの部分のカットが効いてるので、ドラゴンたちがちゃんとこの部分真ん中の方の投石機の方に向かっていくという格好が作れるのと、今まだロイヤルチャンピオンが出てないですけども、ロイヤルチャンピオンはもう最後の最後に出すっていうのが結構鉄則です。特に相手のクランチョンが壊れてない段階で防衛軍をするようなロイチャンの使い方をしちゃうと、ロイヤルチャンピオンの仕事量っていうのがもう3分の1とか4分の1に減っちゃうので、そうならないようにきっちりとロイヤルチャンピオンは、最後の最後仕上げをするために出すというね、まあ、よくなんかポンコツとボンクラでライキさんなりボンさんが、ロイヤルチャンピオン主役って言ってますけども、そうなんですよ、遅れてくる主役、これがロイヤルチャンピオンのドラゴンにおける一番の使い方になるので、まあ、ライドラとかをやる方もそうですけども、ロイちゃんは最後まで取っておくっていうのは結構ポイントになります。はい、というところでですね、本日は2022年1月現在世界1位を取ったミックスクラン、スムニ組のタウンホール13が使っている激強戦術4戦ということでお届けしてまいりました。どうでしたでしょうか。こんな形でですね、僕のチャンネルクラン対戦の解説の動画中心にやってます。タウンホール13、14主に扱っておりますので、いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。そして最後にスムニ組へ改めて世界一おめでとうございます。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。